はい、皆さん、こんにちは、マングです、えー。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、こうしてカメラの前に登場するのはめっちゃ久しぶりですね。<laughs> えっとですね、あの、本日はですね、えっ、ー、と、急遽、えっ、ー、とですね、カメラを回しております。えー、とね、本日、あの、お送りする内容としましては、えっ、ー、とですね、メイドモードさんというあのお店がありまして、えっ、ー、とですこちらの方で、今ですね、あのクラウドファンディングを、えー、と始められてるんですよ。うん。えっ、ー、とね、私自身がね、この情報を知りましたのは、 えーとね、私の嫁なんですけどもねあの嫁がなんかあのなんかメイドモードさんでなんかクラウドファンディングの募集してるよなんていうようなそんなような話だったんですよでも私最初それ聞いた時にあのー、なんつうのかな経営あの経営に関する資金だとかそういったような話ではなくてなんか例えばだから皆さんからなんか、あのー、お金を集めてそれでなんか桜大戦のことで何か 何かか仕掛けようとしてててのかなーなんん感じがあ,る、まあ最初思ってたんですよ、うん、でもって「へえんだろうね」っつって感じで、まあ、見てみたんですけどもねそうしましたところあのですねえっ、ー、とメイドモーターさんの,あのオーナーさんあのオーナーさんやっておられるあの設楽さんなんですけどもねあの設楽さんからの,あの,、まあそのツイートの内容で要するにですねあの経営のための,その資金がもうすでにあの現時点において枯渇しているといったところで皆さんからの あのまあ、資金援助、うん、要するにご支援を賜りたいといったようなそんな感じなんですよね。でもってそのための手段としてクラウドファンディングをあの始めましたといった話なんですよ。でもって、えっとね、このクラウドファンディングは、えーとですね、寄付型ではなく購入型でした。えーとですね、要するにあの、まあ、これはまたあの後で詳しくあのお話しするんですけども、えーとですね、いくつかコースがありましてでそのコースによって ですねでもってその金額が違うあのそのコースによってあのリターンがちゃんと発生するんですよ。でもってそのリターン、要するに例えばあのそのそメイドモードさんの中であーの行われるっていうか開催されるイベントのなんか優待券だとか、うん、そんな感じだったかな。優待券ということであってあくまでも要するにあの要するに1回あその参加費がなんかただになるだとかそういったことではないんですよ。確かねあくまでも あの優待エだとかなんかそんなような感じだったわけですよ。だからね、私最初びっくりしましたね。あのー、私はね、えっと去年の十一月にま初めて行ったんですけども、えっ、ー、とねエコールドエコダっていうねあの始末彩子さんとあと瀬山さんとかがねあの出たようなあの出演されたようなイベントかなんかに行きました。もめっちゃ楽しかったんですよ本当に。でね、ほらもうもう来るお客さんがもうやっぱ全員ほら桜大戦ファンじゃないですか。当然当たり前だけど。 だからもういろんなお話ができたりとかして、あの第1部と第2部とかという感じで分かれてましてね、あの第1部かなんかはなんかツイキャス生配信とかやってたかな、でもってだ、あの第2部かなんかは、もうあの現地に行かれた方しかあの楽しめないような、そういったようなもう深いディープな話になってるんですよ。これちょっとねね私はね あの私っていうか違うなあの他のね多分ねあの参加されてあのそのイベントに参加されてそれで YouTube のなんかチャンネルかなんかお持ちの方だとかもしくは Twitter かなんかお持ちの方とかねそういうそういういの人たちからもねあの,あの人たちも多分ねあのー、触れてないと思いますうん明確にあのねまあ、ま、明確に禁止っていうわけではなかったのかな確かただ要するにいや 明確に禁止だった気がする。第2部のことに関しては、とにかくあの話さないでくださいといったような話だったと思うんですよ、確か。はい、うん要するにね、あのー、内緒の内緒のお話。うん、えー、とですね要するにまあこれはまあ現地に行った人しかまあ楽しめないような感じといったところですかね。うんだからね、私ね、あのー、でも俺去年俺11月。 言ってるわけじゃないですかでもってその行ってきて楽しかったっすっつったようなそんなような動画かなんか一本撮ろうかなとかと思ってたんですけどああそういった事情があったのかってことでああこれ動画下手に動画しない方がいいなと思ってそれであの遠慮していた部分があるんですよね。うん、でもってあのどうしようかなだからまあそうは言ってもだから、ね、メイドモードさんからなんか支援するための目的でそれで例えばほらエコ大器からあの。 で外に出てそれで要するにそのメイドモードさんかなんか行くまでのまあ道すがらっていうかそれのなんか要するにご案内的な <laughs> そんな動画かなんか一本作ろうかなとか思ってたんですけどあのね絶対ね迷いようがないんですよあれは <laughs> めちゃくちゃ近かったんであれは大丈夫です絶対マジで <laughs> だからへうんだからそそれもなんかちょっとなとかって思ったんでどうせもね作るならやっぱほらね充実した内容にさせたいじゃないですかうん。 だからやっぱりねもう少しね、うん、内容はちょっと考えてからやろうとかって思ったんですけどだからね今回だからそんなような話になってと思ってちょっとびっくりしちゃいましたうんいやあのねで実際私は去年行った時にもうあのー、もう人出がすごかったんですよ満席だったかな満席ってことは要するにだからほら あの応募多数で結局抽選になったってことですよね。でもっと私1回だからね6月とか7月ぐらいの時に1回ねそのイベントの申し込みかなんかしてるんですけど見事に外れました <laughs> がうーん参っちゃいましたね。でね結構だから6月7月8月9月10月11月とかってかなんか毎月なんか1回ぐらいはやってるんじゃないかなと思うんですよ。しかもその内容イベント内容がめっちゃディープなんですよね。あのー、舞台「新桜大戦」に登場してくるめぐみちゃんだとか あとねほらあの須山さんだとかで私が見に行った島津彩子さんが出てきたりだとかあとそのね翌週かなんかに「広いお辞書賞」っていうねもう神イベントがやってるわけですよでもってそのさらにずっとなんか何年か前の時にはあの横山久さんが出てすよ新口さくらですよ実際出て、あのー、なんかイベントやるやらないとかって何か話があってねなんかビックいやこれやばいだろっていう。 だからあのねあのー、まあ、以前ねあ, <laughs> あの以前ねってなんか馴れ馴れしいんですけどあの以前あのご紹介した動画の中でもお話しした話なんですが要するにねその,あのメイドモードさんのそのあオーナーのそのあの下村さんっていうのが要するにねあの桜大戦のまあ,あの古くからのライターの方なんですよね、うん、でもってそのライター仕事のね質がもう高すぎてヤバくて なんかか私だから設楽さん本人から聞いてねすげー驚いたことがあるんですけど設楽さんがなんか雑誌のなんかコラムだか記事だかなんだかとにかく書いてさくらのなんかねあのー、記事かなんか書いてその記事のなんかタイトルかなんかが桜大戦の公式の何があの何かでねあの使われてるんですよ、実際に。これだから実際「えー!」って「マジっすか?」ってす「それすごくないっすか?」って話でいやーもうみんなびっくりしましたね。うーん だって、公式が結局、だからそれ使うってことだからなと思って驚いちゃったんですけどね、まあ、詳しくは、あ,のあれなんですよ、ぜひとも、メイドモートさんのイベントに参加して、その設楽さん、もう、ね、本当、気さくでいい方なんでね、うん、もうそれほどビッグなね、もう桜大戦の本当に明確、あの明確なもう関係者の方なんで、それほどのね、ビッグな偉大なお方であるにもかかわらず、気さくで、めっちゃいい人でしたね。うん 全般的でまた、ね、だからそこのだから桜大戦の,だからそのファンの人がもう他にもいっぱいいたんですけどもね藤田さんをはじめあと漢明さんもいらっしゃってましたねうんあと高屋さん来てましたよはいだからこれ YouTube とかでねほら桜チャンネルって結構いくあのー、あるじゃないですか今でもでその中で要するにだから桜のチャンネルからなんかやっておられる方とかとなんかね初めておい通りがかなってめっちゃ嬉しかったですね超光栄だったうんで桜,で桜革命のことかなんかでね熱く語り合っちゃいましたよあの 私今でも思い出すとムカつくんですけどとか言って「桜革命のことなんですけど」なんてこと俺があの口に出したら「あもうそれはもうあのー、僕もあのマグさんと同じ気持ちです」なんてこと言ってくれてめっちゃ嬉しかったっすねなんかそんな感じねもうすんごい楽しいっすよもうね桜大戦の聖地あのファンが集まる聖地なんですよ、うん、だからねこ,ここは絶対にもうね守っていきたいそんな感じがしてますはい。 なのでね、あの今回のそのクラウドファンディングに関しましては、まああの私もねあのー、支援するつもりなんですよ。あの協力しようと思ってまして。でねただね、あああれです皆さん、あのー、まあ、その私もそうなんですけど、皆さんも、要するにあのあののご自身がそのあのできる範囲で構わないと思ってるんですよ。あの別にあの無理して、ね、やる必要はないっていうか、あそこ、うん、無理してやってね逆になんかそこでほら、あのー なんか生活が辛くなっちゃっただとかなんかそういったようなことになってしまうのはそれは俺メイドモードさんにしても設田さんにしてもそのあそれはあの本意じゃないというふ持に思ってますんでねあの思っていると思ってますんでだからそこもあくまでも本当ご自身の判断で、うん、あのこれぐらいだったら無理すあ,のあの無理のない範囲での支援だなって感じで自分で判断してあの考えて判断してそれで。 あの支援すする分にには全然いいいいいんじゃないかなかというふうに思いますもうねあの今となってはですねほらあの池袋のサンシャインにありましたあの大正ロマンドもなき今もうね桜大戦ファンが集うそしてイベントがだからそうやって定期的にバンバン開催されるようなそういうお店ってったらもうほんとメイドモードさんぐらいしかないんですよねうーんだからねこの場所をほんと守っていかないといけないと思うんですよ私はうんでもってかつあとほら でこれまたほら前の動画かなんかでお話ししましたけど、あのー、藤田さんなんかはね、要するにこのメイドモードさんのそのあのー、お店を借りて、それでなんか桜大戦なんかイベントかなんかをねやってるぐらいで、なんでしたっけ、あのー、花コラとか言ってましたよね、あの花組コラムスとかってやってましたんでね、なんかその大会をやってましたんで、だからそういったような会場としても使えるような感じですよ。うん、で私はだからほら。 あの結婚したってたじゃないですか。でもって最初ねその,あの打ち上げパーティーみたいなところあの打ち上げパーティーのその場にあのそのメイドモードさんかなんかを最初使おうかなんて言ったようなそういった案もあったんですよ。うん、ただねほらあのせっかく遠方から来てくださる方なんでやっぱりおいしい料理とか酒とかやっぱりあの用意したいじゃないですか。うん、そう考えちゃうとやっぱりほらあの基本的にはあのメイド喫茶店なんで。 だから、ね、あんまりほ派手な料理とかあの手,があの手がかかる料理とかかなんかの、ね、料理してもらうのは、ね、逆にだからお店の負担になっちゃうんでこれやめといた方がいいかもしれないと思ってそれでまた別の場所にしたんですよね。うん。まあ、品川にしたんですけど <laughs> 結局。いや本当に、ね、あの冷静に考えてみてですねこのメイドモードさんで開催されるイベントなんですけど質が高いんですよ。本当もうねさくらの関係者出演者もうそういったような人がもうバンバン出てくるので、うん、逆にだからこれだけの 人をね集められるだらその人脈っていうか、まあ、関係者だから、まあ、当たり前って言えば当たり前ですけどでもねこれ多分だからねあの設楽さんの多分あの仕事ぶりだとかお人柄だとかねそういったところが多分評価されて大いに評価されていてだからこそ桜大祭の関係者の人たちがこぞって参加してくださるという風に思うんですよ。とにかくねレベルが高い質が高い。うんだって今ねこれこのこのクオリティの。 イベント開催しててくるってなかなかなかかいですよでしかもねごく普通のメイド喫茶なんでお店的にはねそういう中でね呼んで声かけてそれで来てくれるってのはすごいことっすよ、うん、だってほら、ね、島津さんにしろあの横山シさんにしろ須山さんにしろも大御所声優じゃないですか超大物じゃないですかでもってめぐみちゃんのねそのほらあのー、隊員たち大員隊員の方とかあとホムラ組とかね 来るわけですよ。関築ちゃんとか来てましたね。確かね。うん。だからもうねこのお店を本当にみんなで守ってやっていきたいと思うわけですよ。本当に協力してくださいお願いします。なんか私がなんかお願いしてもなんかおかしな話なんですけど、ここは本当守っていかないといけないですよ。マジで桜対戦ファンだったら、マジで。 はい、というわけで、えーとですね、早速ですね、あのー、クラウドファンディングの詳細についてお話ししたいなというふうに思います。えーとね、こちら、今画面に映し出しておりますのは、そのキャンプファイヤーっていう、ねあのー、クラウドファンディングの,あのページなんですけども、<coughs> こちらのです、ね、URL に関しては概要欄の方にあの貼っておきます、えーとね。現時点において、えー、とこの1、10、100、1000、10、100、155万、15 9100円と、 いう金額がね集ままってます、えー、とこの人気声優出演エコダメイド喫茶メイドモード営業継続のための支援のお願いといった話ですねこちらのうもうすでに83人の,あの支援が、あのー、集まってますあと募集終了まで残り7日確か28日だったんだよな、うん、だからちょうど1週間です今ね、えー、と今日2月21日の火曜日なんで,、はい、なんであとあのまだ1週間ありますんで、あのー、まだぜひ支援していきたい いいいいたただきたいなという,ふうに思います、えっと、早速ですが、構想を見てみましょうか。えっ、ー、とね、リターンを選ぶって言って、この2000円コース、このリターンを選択するとかもいろいろあるんですけども、えっと、ダイレクトパス20231回分、メイドモードが2023年に企画開催するイベントに参加申し込みする際、優先的に参加可能になります。大人気ベッドの場合、抽選の競争率が数倍に達するため、 えーとダイレクトパスは確実に席を取るための非常に有効な手段になります。ダイレクトパスを使用しての申し込みが席数を超えた場合はダイレクトパスを使っても参加できないという事態が起こります。毎日、そのあった場合は未使用として扱い次回使用時にさらなる優先権を付与しますとっ,って感じでとにかくだから、ねもう、まさにここに書いてある話通りなんですよ。私もだから1回、ほら、申し込んだけど外れちゃったって言ったじゃないですか。うん、でもってかつてねその開催されたその横山千さ,さんの参加イベントはやばかったらしいっすよ。本当にもう あのね私、行、えー、ったとき、何人ぐらい入るんだろう、一2、えっ、ー、とね10、10人、1列10人かなんかで、いや、10人いないな、八八50人ぐらいかな、六十 60, 60人は怪しい、50人ぐらいかなと思うんですよ、うん、そんなあのむちゃくちゃ広いってわけじゃなくて、本当、ごく普通の喫茶店のお店なんで、スペース的にやっぱり、ね、50人ぐらいが限界じゃないかなと思うんですよね。ででもっっそのの人がが座って勝つステージがあるので だからね、やっぱりね、そのチケットは争奪戦なんですよ、本当にうに、ん。だからね、その優先権をくれるといった話ですね。で、次は3000円コース。えっ、ー、と、リモートメイドモード、ズームなどで店内を案内し、店主のディープなトークや来店客との会話をお楽しみいただきます。<laughs> いいじゃないですか。これだからほら、 ねほらメイドモードさんってあの東京にあるんでだからそちらほらねほらなかなか参加できないといったようなその,あの地方地方都市にお住まいの方だとかそういった人たちかなんかはねぜひこれを利用してみるのもいいんじゃないかなと思いますねあと7000円コースリモー,トメイドモリ,リモートメイドモードマルチパック複数回って感じですかあと1万円ダイレクトパス2023マルチパック5回分私ねこのねコースかなんかね詳しく見るの実は今日初めてでうんあ <laughs> のね こんなにあると思わなかった。コースがやばいですね。だって、うん。いくつあんだえっ、ー、と、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、三、十四、十15。15コースで、しかも何えっ、十 <laughs>。 すごいなこれちょっとびっくりですねでもこれやばいんじゃないですかこれえっ、ー、とね感謝の接待メードモードを支えていただくために何卒ご支援いただけますよよろしくお願いいたします申し上げますご支援に対してメイドモードが持てるすべてを使って感謝いたしますえっ、ー、と店舗にお越しいただけるようであれば全力でおもてなしをします遠方でなかなか店舗まで来れないって場合は感謝の品メイドモードオリジナルアイテムに多数のサインが入った世界に一つだけのものと送らせていただきますとじるでこのサインがやばいっすよなぜかっていうとあのね これメイドモードさんに行った人じゃないと、ね、生で見らんないんですけどあの観客が座る席があるじゃないですかその席の後ろにね桜声優さんたちがもう、ね、ガンガンにサイン入れてくれ,くれてるんですよ本当にあの1、ー、つの椅子に月1人って感じでそれがもうねいろんなサインがあってびっくりしちゃいましたはい広井おじさんのサインも確かあったかななんかいろんな関係者の人のサインがもうビシバシ入ってある 入ってるんで,すよでもってあとね何よりも楽しいのがやっぱりこのねあのメイドモーターさんってあのね要するにあの第1部ももちろん楽しいんですけど第2部のその非公開の部分がめっちゃ楽しいっていうのもあるしあとそのそれが終わった後がかなんかに桜大生ファンとね心ゆくまで語り明かすことができるこれが一番ですよ。でもって私でねそのメイドモーターさんのねあの目の前にねなんだっけなあのー、100円ローソンが確かあるじゃないですか。あのー あの100円ローソンって確かあるじゃないですかあのちょっと安いローソンみたいなそのコンビニっていうかスーパーがちょっとあってそこでなんかねあのお菓子の品なん,かなんかちょっと用意して <laughs> それとなんか持ってくることもできるとそうあの若干持ち込みも可能ただねそのメールボードさんかなんかで用意してくれるケーキがねすごくうまいんであとねそうあこれね,、まあ、あのね缶がダメになっちゃったからね処分しちゃったんですけど桜、ね、ビールとか飲めるんですよ <laughs> なんかこれどこで売ってんすかこんなのって話していやこれはちょっとね 大量に仕入れたんすよって話をタラさんから教えていただいてくー俺も欲しいと思っちゃった <laughs> とにかくもうね楽しくてしょうがないだからこの、うん、ホール貸し5日連続でメイドモードを自由にご利用いただきます期間中は物を撤収する必要がなく夜間も使えて夜本格的な飲食店としての利用も可能ですって話か要するにだからこのえっ、ー、と店としてのスペースを使って逆にだから商売あの二次商売とかなんかやらせてくれるっていったようなそんな感じなのかな要するに、うん 逆にだからそこでなんか販売イベントとかね、なんかやれちゃうかもしれないっていう <laughs> そんな感じかもしれないですね。うん、あとあのそうこれが <laughs> 面白いあのし、えっと、真剣試し切り体験 <laughs> これ15万コースか体験人数3人所要時間4時間希望する日程に合わせて全てをセッティングします指導員の手配だから実際真剣であのー、なんだほらあのー り分かんないけどであと確か私見たことないんですけどなんかねひなわじゅうかなんかの実演だとかいや実演って実際打つわけじゃないですよ打つ <laughs> わけじゃないんだけどひなわじゅうとかあとね実際のかっちかなんか着てなんかあのー、なんかいろいろ写真が撮れたりだとかいろんな体験ができたりだとかそんな感じですあとね設楽さん自慢の,あのホーラガイも聞きますよ。<laughs> とにかくく楽しくてしてょうがないうーん いろいろコースがありますね。だからね、本当、い、ま、ろ、あ、んなコースがありますんで、皆さん、ちょっとね、あの、えっと、これ、一つ一つ、あのー、確認していただくなりして、それで、あの本当、無理のないような感じで、ご支援たまればなと思いますね。私もね、あの金額よく検討しまして、でそれであの支援してみたいなというふうに思います。うん、えっ、ー、とですね、やっぱり、うん、まさか、まあ、先ほども話しましたけど、やっぱり、まさかこういう状況になってると思わなかったか、びっくりしちゃいました。うん あのほらあのねかメイドモードさんがその開店した時期って確かね2020年とか19年とか20年とか確かそんな感じですねそうコロナともろかぶりなんですよねでもとコロナが始まったのが2020年の2月とか3月ぐらいだったじゃないですかでもってその前2020年とか2021年このだからあのー、昨年一昨年のあたりかなんかで かなりダメージ受けたんでしょうねだって外出禁止とかなってましたからねであとほらなんだか知らないですけどその飲食店がもう目の敵にされてたじゃないですか酒はだめ、うん、接触禁止密禁止うーんまあね感染防止という観点ではもうやむをえないのかなっていうふうに思えなくもないですけどでもねだからといってねちょっと安直にだからその飲食業界とかねちょっとなんかいじめすぎだろうっていうのは正直思ってましたよ私うん。 だから酒提供しないことで一体何の効果があったのかっていうのはいまだにやっぱ疑問に思ってます正直なところ <laughs> うんいや自分がねあの酒好きだからってわけじゃないんですけど <laughs> なんかねやっぱ思いますよやっぱねだってはっきり言って飲食業界って酒でも受けるようなもんじゃないですかマジな話いや本当そうですよ実際うんだからそれがね酒提供できないっていうのは相当痛いんですよマジな話うんだからそういった面でいろいろだからね あのー、運転資金ってものかなんかを、ね、用意しておいたのがそれか,だからどん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 削られる一方での売り上げという形で収益が上がらなくてね入ってこなくてそれでだからね経営的にやっぱりダメージ受けちゃったんじゃないかなと思うんですよ。うんちょうどでもねそんなねこういうほら厳しい時期にも変わらず頑張って営業してくれてもう,もう楽しいイベントかなんかを目白押してねやってくれてる設楽さんにはねほんともうね 頭上がんないっすよ、マジで。感謝しても感謝しきれない、本当にマジで。うん。守ってやっていきたいっすね、マジの話。うん。で、本当にマグチャンネルの皆さんともね、今度メイドモードさんかなんかで、なんか集まってやりたいっすね、なんかね。 うんそんな感じでね、まあ、マグチャンネルもね、結構、何人もやっぱりね、お越しいただいてるみたいで、ノーディーさんもなんか、何回か行っ,たことあの行ったことがあるって言ってました。あと、藤田さんかなんかももう,ほらもうしょっちゅう参加してるし、あとね、私が参加した時にね、あのカンメイさんも来てました、<laughs> あと、タカヤンさんも来てましたし、あとね、あのすごくあの背が高くて、あの素敵な女性の方だったんですけど、あの大神の,あのもぎり服かなんか着てたような、なんかそんなコスプレしてる人もいましてね。うん あの仲良く話しちゃいました。<laughs> なんかうん、でまた嬉しいなと思うのがね若い女の子結構多いっすよ。うん、嬉しいなと思ってねでもってまた皆さんねやっぱり桜好きだしあと絵がうまい。<laughs> なんかほらあの店の外になんかあのホワイトボードかなんかあるんですけどそのホワイトボードにね私ほらマグチャンネルのねあのくだらねマグってなんかサイン書いてあるんですけど <laughs> なんか皆さんなんかねほら。 あの島津さんが参加されてるからそのグリシーニの絵をねうまいイ,イラスト描いたりとかねあれもいい思い出になりますようん楽しいだって、ね、店の外でなんかほらあのーまあ、こうやって描いてるわけですよこうやってね、えーと「マグチャンネル」とかって書いてるところからなんか「あっすいません失礼します」とかって目の前かなんかをねあの須山さんとかあの島津さんがね「あっすいませんごめんなさい」とか言ってねあのスーッと通ってくっていうね何 <laughs> この夢のような空間とかと思ってびっくりしました <laughs> はいというわけで、えー、と本日はですね、あのー、急遽あの撮影した動画なものですが、ちょっとね、あの字幕もつけられないとで本当申し訳ないんですけども、あのー、メイドモードさんがクラウドファンディングを、えー、と開催されておりますといったところで、皆さんのご支援をお願いいたしますといったような、そんな代用のあの動画にしました。えっ、ー、と、一応ですね、あのこちらの動画を撮影するにあたっては、一応ね、メイドモードさんオーナーのそのあのあ設楽さんにあのー、許可を取りまして、ちゃんとね、うん。でもって あのー、クラウドファンディングかなんかを、あのー、呼びかけるようなそんな動画作っていいですかって言ったらあ「ぜひお願いします」なんて感じだったんで「分かりました」って言って私作ろうとしてるんですよ、うん、あの作ってると言ってるの次第でございます。はい、というわけでえー、っとですねすいませんあのー、ねそのツイートかなんかしてからね1日2日経っちゃったんですよちょっと仕事が忙しくてなかなかできなかったんですけど。 やっと時間が取れたんで、ちょっとね、あの急遽回してるところなんでね、ちょっと字幕もつけらんないで、ほんと申し訳ないなと思ってるんですけどもね、あのー、そんなような内容でお送りいたしました。えっ、ー、と、本日はですね、えー、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。また次回、ぜひよろしくお願いします。マグでした。さよなら。バイバーイ。いやー、メイドスまた行きたいな。次何やるんだろう。あ、だから私ね、あれですよ、あのー、めぐみちゃんの、ほら、あの飯島嫁さんがもう死ぬほど好きなんで、 愛してるんで、あのー、その人がイベント出てくれるだったら行きます <laughs> マジな話あと山下優奈さんもな,なんか会いたい人ばっかりで困っちゃいますわなんかマジな話うんシサさ,さんとかまた来ないかな <laughs>